例の話を聞いています。ささ、この船に乗ってください。さあ、行きますよ。うまくいくといいのですが。この辺りでいいでしょうか。今だ、皆一気に攻め込め。敵襲だ。ありったけの矢を追いかけよ。これぐらいで十分ですかね。曹操軍の皆様、矢をどうもありがとう。しまった、敵の計りごとであったか。十分な矢が揃いましたね。早速孫権軍に収めましょう。よかった、うまくできたみたい。良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。準備をせねばならんが、材料が足らん。調達せねばの。これでは。
もの揃ってますよ。ありがとうございました。あれば十分よ。敵陣をド派手に燃やしてやるわ。よかった、うまくできたみたい。いい戦ぶりよ。敵がハゼ飛ぶようじゃ。私のものです。決戦の準備。こんな短期間に10万本の矢を集められたか。敵を撃ちに十分な弓兵部隊を並べられよう。技法はうまく曹操軍に伝わったようだ。水軍都督の細胞と調印は処罰されるだろう。苦肉の策はなったな。敵は郊外の離反を信じ込んだようだ。例の船の準備も万全とのこと。あとは決戦の際機を伺うだけだ。敵は酒を入手し宴会中とのことだが、さて一体どこから得た酒だろうな。これでもう後戻りはできません。覚悟。よし、今は休み、英気を養うとしよう。来るべき決戦に備えなければな。なんと、全ての準備に携わったというのか。その働き、必ずや決戦に生きてくるであろう。殿、これで策の準備は整いました。あとは時を待つのみです。よし、いよいよだな。我ら孫悟と劉備軍、自由を束ね曹操に勝つ。来るべき決戦に向け備えを十分にしておくのだ。おい、聞いたか。どうも劉備軍の中に曹操軍重鎮の縁者がいるらしい。え、
本当か？まさか敵と通じていたりしていないだろうな。周遊様の策が漏れたらことだぞ。不安だよな。俺貸しをつけるよう周遊様に進言してみるよ。私のことですよね。疑いを晴らすにはどうしたら。やれやれ、随分大掛かりな準備をさせられたな。こんな戦初めてだぞ。けどようやく曹操をぶっ飛ばせるんだな。董卓討伐、関東での戦、今までも対戦は経験して起毛した。こたびはそれらの戦に匹敵する、いやそれ以上の対戦でござる。兄者の志のため、必ずや勝利せねば。お、おめえか。そろそろ曹操軍との戦いが始まる。今回はおとなしく後ろに下がってろよ。そのことなんですが、やっぱり私も戦います。なんだって？おめえ身内と戦いたくねえんじゃなかったのか？その私が曹操様や猿叔父様と内通していると心配されている方々がいらっしゃって、前線で頑張ればその疑いも晴れるかと。誰だそんないい加減なことを言うやつは。俺がぶっ飛ばしてやる。いえ、いいんです。疑われても仕方ありません。けどよ、おめえの気持ちも知らねえで。その張飛様と一緒に行くと決めたのは私です。なのにいつまでも曹操様たちとの戦いを嫌がるのはいけないことですから。まったく、あったよ。おめえは言い出したら聞かねえからな。けどくれぐれも無理すんじゃねえぞ。はい、ありがとうございます張飛様。この決戦、敵を誘い炎で一掃する。火を見て曹操を挑発する船を出さん。先に行った仲間も頑張ってるみたいですぜ。さあ親分、俺たちも行きましょうよ。川に沿って弓兵が配置されてる。これで敵もそう簡単には渡ってこれないな。これも10万本の矢が準備できたおかげか。さあ俺たちも頑張ろう。西郷様と長院様が処刑されたって話だ。何でも敵に内通していたのがバレたらしい。おいおい、お二人なしで戦うってのか？水上戦を指揮できる方なんて他にいないぞ。頭が痛くて戦えない。今までこんなに悪酔いしたことないのに。俺は全然酔ってねえぞ。しかし、宝刀先生にもらった酒はうまかったな。会話できんな。
燃やすには敵さんの船をつながないとね。まず船酔いの怖さに気づいてもらおうか。この辺りの弱っている水軍を叩くよ。負ければ曹操も手を打つほかないだろうからね。これはどうも。お疲れ様です。私目に何かご用ですかな。いえ、何でもありません。頑張ってください。あなたこそ。どうぞお気をつけて。さっきの方、どこか様子がおかしかったような。調べてみた方がいいかもしれません。やはり気づいてしまわれたか。こうなっては仕方がない。お覚悟を。あなたは曹操軍の方なのですか。まさかこちらの情報を探るために。随分お強くなられましたな。どうして私のことを。花崗園様、姫様は立派になられましたぞ。敵の密偵を倒してくれたんですか。しかし、まさかあなたが。あなたのこと疑ったりしてすみません。実に見事なお手並みでしたよ。密偵のことは孫権様たちにご報告します。あなたが裏切り者じゃないってことも。あの方は私のことをご存知でした。炎王子様の配下だったのでしょうか。いえ、これは私が決めたことです。悲しいけれど進まなくては。よかった、うまくできたみたい。おめえ、どこでそんなに鍛えた。やってんなら恐ろしすぎるぜ。
兵が船酔いしている最中に敵とは、これは厳しい。敵襲ダメだ、気持ち悪くて動けねえよ。私のように息が絶え絶えに。敵将、討ち取りました。おめえ、どこでそんなに鍛えた。釣り合ってんなら恐ろしすぎるぜ。よかった、うまくできたみたい。頭が痛くて戦えない。今までこんなに悪酔いしたことないのに。推薦になるに我が兵とは船酔いは免れぬか。何か対策を講じねばならぬな。